集会場に来たらこんなんですよ。安らぐ香りで満たされてるって。もう危ない香りですよ。詐欺の香り、詐欺の香り。詐欺の香りで満たされてますよ。皆さん、あれから僕は旅に出て、あ、ちょっと増えた。一人増えた。この町が救われる方法を探してきました。さあ、この祈願の魔像をご覧ください。ほら、止めて、後ろの人たち。霊を呼び出し、話を聞いてもらうには、祈りの力が必要。この祈願の魔像に祈りを捧げ、力を蓄えるのです。像が祈りの力で満たされれば、悪霊を溶かした子供たちの恨みを消し去り、この場に呼び出してくれるはず。さあ、この像に貸し付き祈りましょう。そして呼び出した子供たちの霊に許しを請えば、あなた方は救われるのです。リゼロッタ、どうか私を許してくれ。じゃあまず墓参り行け。お前はダメな親でごめんなさい。俺たちのことは忘れて安らかに眠ってくれ。ああ、次々と祈っていく。その間、棒立ちの主人公一行様、人の心を操るなどたやすいものよ。セレダの町は偽りの世界に侵食される。そうなればこの世界のものは全て塗りつぶされ、みんな消えてきた、消えゆくのみ。みんな消えてきたよ。その身が消え去るとも知らぬまま、自らの祈りによって滅するがよい。お、なるほどね、きつけそうね。ちょっと何やってるの、しっかりしてよ。それあれでしょ、この人たちに言ってんでしょ。そこで棒立ちの人たちに言ってんでしょ。こいつらもこうなるまでさ、何も 手出ししないというかさ、この後に及んで何も手出ししないのもおかしな話なんだけどさ。うん、それ嘘でしょ。目がピリピリする。なんだよこれ。やだ、体が。おい、光の川、光が消えていくぞ。え、そうなの。人間の小娘め、どこまでも私の邪魔をするというか。よかろう、祈願の魔像の力を借り、貴様は私が直接地獄へ送ってくれるわ。あ、本書出た。か、体が元に戻ったわ。なんだあれは。おお、量産型の化け物。ふきゃー、化け物だ。みんな早く逃げろ。逃げても無駄よ。祈願の魔像の力を使えば、いつでも偽りの世界を呼び寄せることができる。まずは貴様を始末してから、ゆっくりすべてを塗り替えてくれるわ。ようやくですよ。お願い、助けて。何、みんなが大ピンチになるまで見てんだよと思うけど、やっと棒立ち終わったわ、主人公たちの。
さあサダク、うん、VS サダク、うん、そうね、邪教祖サダク量産型って感じなんだよな。儀式を始めよう。絶望を恋願え。じゃあ行くか。まあいつも、お、意外と硬いんじゃない。こいつ魔法使ってくんだろうな、きっとな。で、鉱山でまず下げて。行くぜ。素早さしか下がらない。どうしようかな。とりあえずベストスマイルで、マジックバリューかけとこう。ほらね、魔力覚醒、これ下げたいな。ってことは新刃は入れなくて、入れても入れなくてもいい感じかな。で、暗黒の霧をかけたい。援護します。そう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 。で、マジックバリアは2段階。消えよ。あ、呪いユーザー、あ、やったー。やな。あー、だいぶヒューザー弱いはずなんだけどね。ちょっと待ってね、ヒューザーきついな。ダストにしようかな。わしはサボらせてもらいますよ。ルカにもなんか入らなそうだし。聖剣爆撃で、何する？もうね、やることなくなった。あー、じゃあメギストリス？いや、ティンクルバトン？いや、やることねえな。やることない場合は、作るともいないし、魔法、あー、暗黒の霧かな？援護します。で、あー、マジバリちょっともう一回かけとこう。ダストにかかってないから。ドルマドン。バギクロス、よしよし、いいね。かなり抑え込めてよし。あとは構成に回ろう。で、ルカニが入らないかな。わし好みにしてやるです。うん、ダメか。これはじゃあやめとこう。で、ベホマーラ、あと、よし、あとは構成一方です。小坂氏、まあ、入れます。会心めっちゃ入ったじゃん。さあ、そろそろかな。あー、いいね。もうミスばっか。ラッキーラッキー。そろそろいけるでしょう。あとはまあ、途中何回か危ない時はあったけど、まあ、あの単体攻撃が多いからね、そんなにね、なんか効かないわけじゃないんだ、盾の血が。あ、やった。これが入ると楽で、マジ針を一応張り直しとこう。もういけると思うんだけど。そう、結構これがね、2回連続で前を撃退するとこうやって前が落ちるんだよね。ただ落ちてもね、あ、やべ。待って待って、やらないでよ。小坂氏、そう、落ちたところでまあ別に一人だから落ちる。祝福。全体攻撃強いの持ってないからね、全然楽で、多分これで落ちんじゃないかな。不死鳥天狗、ほら。いやー、やっぱあのパンにする魔女よりは全然楽だわ。あいつが強すぎただけだな。キレが増したみたい。いや、よもや私が破れるとは。まあ、そんな強くなかったから、まあ、当然強い、当然ですよ。ただでは死なぬ小娘、せめて貴様だけでも。お、蝶々、かばえ、かばえ、かばうんだ、蝶々。蝶々。大丈夫か。人間を甘く見ていたか。ぬか。蝶々、頑張れ。パパ、どうしたの？もしかして今ので。いや、突き飛ばした時にお前の肘が溝落ちに入ってな。そこかい。もう脅かさないで。というか呪文タイタンすげえな。だとしたらドルマドン結構強かったぞ。2発で眉が落とされるぐらいにはな。
祈願の魔像も壊れたおかげで、光の川も元の姿に戻ったみたい。あなたのおかげでこの町は救われました。やべ、本当にありがとうございます。私があの男の正体を見抜けなかったせいで、取り返しのつかない事態を引き起こしてしまうところでした。子供と向き合いなさい。あれはもしかして、まだ侵食は続いているんだわ。パパ、急いで町のみんなを魂で避難させましょう。すべて終わったのではなかったのか。だがお前がそういうのなら、私は町の皆さんに声をかけてくる。悪いけど一緒に来てくれない？あなたにも見届けてほしいの。それじゃ、ダーマ神殿の礼拝堂で待ってるわね。お、これはもしかしたらみんな会えるんじゃない？そんなことないかな。ちょっとそれは期待しちゃうんだけどさ。じゃあちょっと行ってみよう。さあ、真のダーマ神殿に行くのは初めてだよね。なんか、まあ、特に変わったところはないと思うんだけど。うわ、なんかすげえバッグのやつ綺麗じゃん。うわー、すごい。何これ、あれ、新しいクエスト。まあまあ、そんなことよりも、いや、どうもどうも。ここはダーマ神殿、知ってるよ。おお、この中入れるのかな。この先だね。なんか現代のダーマ神殿、いろんな人いるんだな。お、思うにこれ多分違うと思う。あ、スキルアップパネル銀。俺の大好きなスキルアップパネルがこんなところに。多分ね、こっちじゃないよ、上かな。あれ、あ、上か、もう一個上か。ここだね、礼拝堂。ここまで来ればもう大丈夫だな。ごめんなさいパパ、侵食が続いているというのは嘘よ。やっぱり。いや、でもここでみんなで祈るとなんか起こると思うんだ。みんなを連れてきたのは別の目的があったの。きっとこれが最後のチャンスよ。みんな思い出して、昔は毎日私たち子供を迎えにこの礼拝堂まで来てくれてたでしょ。そうだよ、偽りの時はさ、姉さんたちは来てくれなかったんだよ、誰もね。いつか大人たちが迎えに来てくれると信じて毎日ダーマ神殿で祈り続けているの。そう、今でも。いるかな。いた。あ、すごい、本当にいた。ルコリア、それにパパとママ、これは一体。サダクは本当のことも言ってたのよ。祈りの力を利用して私たちがいる世界に死の世界を重ねようとしていたの。
祈願の魔像の影響が残ってる今なら、二つの世界が重なって死んだ姉さんたちに会えるんじゃないかと思ったのよ。なるほどね。パパ、ママ。え、でも、え、実体はないんじゃないの？え、どうなん？え？ただ、ああ、ただ会えるっていうことなのかな。でも戻してあげたいな。出したら戻せないのかな。これで終わりなのかな。顔怖。ゼロった。お前はあれからずっとここで私たちの迎えを待ち続けていたというのか。お前を失って以来、私はずっと一人で思い悩んでいたよ。私の厳しいしつけがお前を追い詰めていたのではないかと。それは間違いなさそうなんだけどね。守ってやれなかっただけでなく、心細い思いまでさせていたとは。情けない親ですまなかった。やっぱ一方的に押し付けるようなことしちゃダメなんだよね。これはいつの日か、あ、お前の墓に備えようと用意していたものだ。これ受け取ってくれるか。ゼロッタのために作ったのか。うわあ。ずっとルコリアと一緒だったお前が、あの世で寂しくないようにと思ってな。作った人すご。そっくりじゃん。やっぱり私たちはすでに死んでいたのね。私、あれからパパと同じようにみんなをまとめるようになって、パパがどれだけ大変だったか気づいたの。許してほしいのは私の方よ。いつもわがままばかり言って迷惑かけたまま先立つことになってごめんなさい。私たち大人に追い詰められたなんて思ってないわ。だから自分を責めないで、ママやルコリアを大事にして。コリア、久しぶりね。離れ離れになってからずっとあなたのことを心配していたわ。姉さん、私生まれた時からずっとそばにいて、何もかも姉さんに頼りきりだったけど、もう一人でもやっていけるわ。これからは姉さんがいなくても大丈夫よ。今までありがとう。アリッド、ルコリア、それを聞いて安心してこの世を去ることができるわ。次生まれてくる時もまたあなたと。そうか、救えなかったか。再会ってわけにはいかなかったのか。
やー悲しいね。いやーなんとかなんないのかなこれ。ルコリア、お前のおかげでまたリゼロッタに会うことができた。今までちゃんとお前と向き合おうとせず、やりきれない思いをぶつけてばかりで本当にすまなかったな。八つ当たりしてたのはお互い様だし、そんなの今さらいいこなしよ。私今までパパに逆らってばかりだったけど、魔物から守ってくれて嬉しかったわ。ありがとうパパ。私たちがこうして姉さんたちと会うことができたのも、あなたが持ってきてくれた日記帳のおかげ。セレドの町だけじゃなく、ね、私たちの心も救ってくれたあなたにどうすればお礼ができるかしら。いやいや、もう別にお礼なんて。そういうことでしたら、町全体を代表して私からお礼をさせていただきましょう。さあ、これをお受け取りください。ここで普通の報酬もらうとさ、ちょっと興がそがれるからやめようぜ。あとこれも出すな。引き戻されるからやめて。またセレドの町までお越しの際は我が家に寄って行ってください。ルコリアも喜ぶでしょう。本当にありがとう。めっちゃ寄ってきた。あ、かわいい。いい笑顔。結局あのガキどもは死んだままっていうか、死んでたんだな。かわいそう。でもお互いの思いが伝えられた、それだけは良かったと思います。僕もお父さんとお母さんに今の思いを伝えられたら。終わったわ。本当にこれで終わりか。じゃあ、あの偽りの町は死者の町か。死んだ人たちを使って作り上げた町か。まあそうだよな。まあ深いつながりはあるけど、表の世界の人たちはいないんだもんな、偽りの方には。な、いやー、というわけで、あ、そうだそうだ、忘れてた。これブレイブストーンに、なんだっけ、あ、運命の振り子に力を宿すのがね、目的だったね。まあこれで2個、残すあと1個ですね。じゃあ、いやー悲しい。でもこれで多分クエストが出てるはずなんだよな。あー、これは お役立ち機能だかまた違うけど、まあ前回ね、受けてクリアできなかったメルサンデブラのように、多分今回のお話の続きというかね、まあエピローグ的なものが最後あると思うので、そちらもね、もうちょっと進んだらやってみたいと思います。いやー後味悪いですが、今日はねこんなところで終わりにして、まあぜひエピローグではね、あの子たちも救えたらいいんだけど、まあそういうわけにいかないんだろうな。いやー悲しい。ではこれで終わりにしましょう。どうもありがとうございました。じゃあ次回はもう一つの町行きたいと思います。出たらなんかあんのかな。なかった。